さあ始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。我々は元気です。さあ今週も始まりましたが、うん、ミシェルさんはサッカー教室で教えるということもされますよね。はい、はい、やってますよ。アドバイスするときはどういうふうなことを気をつけていらっしゃいますか。まあ僕は子供たち教えになったらやっぱり分かりやすくだよね。ああそれが一番ですよね。ね、子供の目線になってなんてよく言うけど、うん、まあそれもそうなんだけど、やっぱり伝えたいことが短く、うん、ピッと伝えるっていうね。短くまとめて、まとめてね、分かりやすく、分かりやすく。なるほど。さあ今回まずご紹介するのは、はい、不動産業界でお客様の希望に合わせた提案や買い進め方を親身にアドバイスしていらっしゃいますこちらの企業様です。3年後の開幕を控える東京オリンピック、その2020年を目標に国土交通省がある発表を行った。それが大幅に規模を広げる不動産投資市場30兆円への拡大である。そして都市開発やインフラ整備といった私たちの生活に直結する急速な発展で、不動産の持つ価値はさらに高まっている。そんな時代に適性を見極め、投資家たちを成功へと導く企業がここにある。株式会社セカンドブリュー、代表取締役城山武、専務取締役永田秀則、1都3県を中心に投資専門の仲介業者として事業を展開する株式会社セカンドブリューは、お客様の利益を第一に考える経営理念のもと、人生の大きな買い物となる不動産投資で誰もが望む幸せをサポートし続けている。今回は城山武、永田秀則をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。まず最初にそのセカンドブリューというかっこいい社名が目を引くんですけれども、はい、ちょっと由来教えていただいてもいいですか。英語で2番煎じという意味なんですよ。で株だったり、まあ、有価証券だったりって、まあ、情報を誰よりも早く取って、で一番乗りしないとなかなか儲けにつながらないっていう世界だと思うんですけども、こと不動産投資っていう場においてはですね、うまくいった人のこう真似をしてもある程度その人もうまくいくっていうのが特徴の一つなのかなっていうのをずっと思ってまして、それまでずっと不動産投資の仲介やってきまして、そのノウハウ自体はあると、はい、じゃあそれを、はい、新しいお客様にこうどうやったらうまく不動産投資がいくかっていうのは伝えることができるなっていうのがそもそもの由来で、それで2番煎じっていう意味のセカンドブリューという名前をつけてますね。なるほど、よくわかりましたね。不動産事業にしようと思われたきっかけって何だったんですか。いや、もともと私が不動産業でずっと働いてたっていう、その当時アパートとかほとんど知らなかったんで、じゃあ不動産っていうカテゴリーでたまたまたどり着いたのがアパート系だったっていう感じですね。まあ、2人とももともとその前職も一緒だったっていうのと、まあ、長くからやってるってところも当然あるんですけども、その今後のその資産運用どうしようとか今後の生活どうしようとかっていうのは結構皆さん考えている問題だと思うんですよね。で我々もやっぱりその仕事として、まあ、この不動産投資の仕事をやってた時に、やっぱりそういった問題ってお客様だけじゃなくて僕らにも直面する問題であって、あ、なるほど。でここの問題っていうのはやはり仕事だけじゃなくて自分たちに置き換えてもやっぱ長い間かけて解決していかなきゃいけない問題だと。まあ、どうせやるんであればそこを極めていきたいってところも当然あってですね。で、まあ、それであれば、まあ、あとその前職の時もそうだったんですけども、やっぱ会社組織の中で言うとですね、そのある程度会社のルールにとらわれてしまうってところもあると思うんですよね。でなかなかその前職のところではもう僕らが思ったような、その事業をなかなかその中のルールではできなかったってところがあって、じゃあ自分たちがやりたい、その提案であったりとかその投資のプランっていうのを
をやるためには自分たちで会社を起こすしかないなというのがあって起業したっていうところもあります。今取り扱っている物件というのは具体的にどういう物件がおありなんですか？はい、基本的にはメインのエリアとしては1棟3軒という話させていただいたと思うんですけども、アパートから1棟 そのマンションですよね。そういった、基本的にはその住居系の収益用の不動産の売買仲介をやっているという形になりますね。セカンドブリューさんならではの今の強みってどんなところなんでしょう？まず一つとしては、その物件 その提案もそうなんですが、やっぱ購入者様でいうとその後の、まあ、大きい買い物になりますので、基本的には銀行融資を使うんですけども、その融資の斡旋といったところに関しては非常に力を入れている分野ではありますね。あとはそのやっぱり2人とも他の社員もそうですけども、ある程度業界の歴が長い社員が集まっているので、やっぱり表に出てこない情報っていうのがやっぱり結構あってですね、仲がいいからじゃあどうぞって言われるような物件が結構集まってくる状況にはおかげさまで今なってまして、その出回ってない風上の物件をご提案できることも結構あるっていうのが、結局普通にお勤めの方が1億を超えるような物件を買っていったりするわけなんですよ。で、私も借金嫌いなので当然怖いだろうというのも理解してますし、であればそれでも選んでもらえるんであれば、せめて間違いなく成功する物件をちゃんと紹介する、融資もアレンジしてあげる、でその後の面倒も可能な限りは見させていただくっていうのは、もう会社の共通認識としてはそうやっていこうっていうのはありますね。しかし適正な判断が難しい不動産投資、そんな中でも多くのお客様に選ばれ続けるセカンドブリューには、創業から持ち続けるある理念があった。お客様一番っていうのをもう創業当時からずっと変わらない理念にされているんですけれども、はい、そこまでできるこの気持ち、どこからこう湧いてくるんでしょう？そうですね、まあ、これはちょっとまあなかなか難しいところなんですけども、不動産投資の場合です と、1人のお客様がやはり2棟3棟4棟複数棟やっぱ買うっていうことは結構当たり前にあるんですね。で、実は我々もそこをビジネスモデルにしてるんですけども、やはりリピートしていただかないともったいないというか、いけないなというところを思ってまして、じゃあリピートしていただくためにはどうしたらいいかってなると、やはり我々コンサルティング業をやっておりますんで、基本的にはそのお客様の利益をやはり、上げてあげないと、支持されないというか、そういうところを考えておりまして、そのためにまずはじゃあお客様の利益を一番に考えないといけないだろうといったところを、まあ、社員の会社の共通認識としてやっている結果が、まあ、そういった言葉になっているのかなとは思うんですけども、はい、これまでの実績も教えていただけますか？おかげさまで毎年利益としては売上もともにですけど順調には来ている状態ですね。で、まあ、一応今期もおそらくこのままでいけば順調にいくんじゃないかなっていう状態になっています、はい、オリンピックまで伸びてるっていう行きたいですよね。感覚はでもあるんですかね。まあ、今はやっぱりまだ過熱状態ですよね、不動産っていうのは。ここでセカンドブリューを利用する多くのお客様から届いた感謝の声を紹介。お客様から感謝のお手紙が届いているので私から紹介させていただきます。千葉の物件購入された方からです。今回大変面白い物件が購入できました。対応も連絡も非常に迅速で一番手を抑えることができ、また金融機関への説得で良い条件で融資も引くことができました。猛暑の中汗だくで物件案内をしていただきありがとうございました。ねえ、面白い物件って何ですか？まあ、来ていただければお話しますので。そしてもう一方、東京都の物件購入された方です。私は外国から日本に来まして、まだ時間が短いですし、日本のさまざまな事情についてあまり詳しくないです。不動産投資に関してもまだまだ初心者ですが、御社で物件を購入するにあたって、
担当の方の真面目な仕事ぶりを実感しました。物件資料の紹介から現地調査、契約作成、決済まで一つ一つご丁寧にしてくださって、私みたいな初心者にとってもかなり心強く思いました。非常にいい経験になりました、というメッセージです。ありがたいです、皆さん満足度が本当に高いですよね。ありがたい話ですよね。また新たな展望も考えてらっしゃると思うんですけれども、新たな展開教えていただけますか。今売買仲介をメイン事業としてやらせていただいてるんですけども、その収益不動産でまだ我々ができてない分野として、その賃貸管理っていう部門がまだできていないので、ここに関してはもうなるべく早い段階でもう部署として作っていきたいなっていったところも考えておりますね。賃貸管理っていうのはどういうジャンルなんでしょうか。まあ、賃貸なので、はい、貸し、入居者さんがいると思うんですけども、はい、その入居者さんが日々 そのトラブルの時に、どこに連絡するかというのは管理会社に連絡するわけなんですけども、そういった賃貸管理であったりですとか、あとはその入退去があれば空室が出てきたりすると思うんですけども、そこの空室の募集であったりですとか、そのオーナーさん と、この入居者さんとの間に入る会社のことですね。ここのところがまだちょっと作れてないので、ここに関してはまあ早い段階でもう部署として作っていきたいなというのが、直近での展望というところですかね、はい、お客様の幸せを実現するため、創業から変わらぬ理念で前進する城山武史。そんな男が心に刻む格言とは、弊社はお客様と共に歩む、これを会社の共通認識としてずっと進んでいきたいなと思っております。いや、そういう感じがいたしますね。ありがとうございます。全くタイプが違うとよく分かりましたけども、非常に素晴らしいコンビだと思います、はい、今後の活躍を期待しております、はい、期待しております。ありがとうございました。ありがとうございました。